お、新たな手がかり、石じゃ。石とは？これを見てくれ。これは源の功を求めた者が記した書物じゃ。好機を放つ石が祀られた村があるそうだ。うん。どうした狼？ん？そなたの持っておるその妙な形の石、もしや源の功の石か？は、この石、何やら祀られておりました。おお、それは書物に記されていた通りだな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、うん、それはどのようなところじゃ？岩戸の奥の洞窟です。うん、そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。ああそうだ、私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な功が分かった。それは流陰の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、流陰の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室で武様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。うん、クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。物資殿には会われましたか。ああ、あれは、はい、我が師道元より聞いたことがあります。流陰は改正の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力、繰り返せばやがて淀みがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を流害と呼ぶと知りながら、それを止められなかったは私の不明です。すみません。その流害を治す術は？わかりません。ですが突き止めねば。まずは死の残した記録を当たってみます。頼む。酒を。あら、これは猿酒ではありませんか。何がおかしいのだ。まずはいただきますね。辛い。そう、お猿。私は猿には何かと縁深いのです。猿と？はい、何せ私は猿に拾われた子です。うん、信じていませんね。幼き日、戦場後に一人、私は呆然と立っていました。何も、泣くことも怒ることもできず、ただ呆然と。そうしたら猿が握り飯を食っていた。猿がか。はい、
それはうまそうに、恨めしいと思いました。そうしたら今度は猿が握り飯をくれたのです。とてもうまかった。親切な猿だ。まことに親切な猿でした。ではまた。巫女様。おお、はい。そこが源の水の流れが濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた、狼よ。私の血もまた法の材料とはな。我が血を流す術、クス氏のエマ殿ならば何かわかるやもしれぬ。エマ殿に訪ねてきてくれるか。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに竜院の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですがそれをなす者が先方寺にはあります。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、不思議りならば竜院の巫女の身に傷を負わせ血を流すことも叶うでしょう。わかった。これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。狼、エマ殿に話は聞けたか。はい。どうじゃった、何かわかったか。不思議りならば叶うと。そうか、不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。不思議りは先方寺にあると聞く。手に入れてきてくれるか。ぎおい。
こちらは菩薩様をご覧あれ。
猿が三匹、一つはカラカ。
お許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故参られたのですか。不思議を求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。確かにもらい受けた。あなたは竜院の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議を求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。竜院を立つ術があると。うん。つまり巫女は竜院を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとはいいなものですね。私は落ちの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの竜印を持つ者です。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかは分かりません。なれど竜印が人の生き方を歪める、それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい。
お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。
お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩寵、お守りしたいだけにございます。お主も流因に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流因を手中にしようと思う。ですが。分かっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。できませぬ。できぬだと。忍びが情に流されるなど、なんと情けないことか。せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。狼よ。参る。久方ぶりよな。
見事。なすべ。オオカミド。では。オオカミ。ゴッキリ。クロス。オオカミ。父これ。どこぞ。でもこの下どこぞ。これで。そう。なすべきことをなさねば。巫女様がそうおっしゃっていた。おそらく何か秘められている。そうですか。どうした。タケル様の記録に解釈という言葉がありました。ああ、おそらく解釈とは、竜院の巫女の命とともにその節を断ち切ること。何だと。このまま節立ちの道を歩まれるならば、不思議で黒様、巫女様のお命を絶たねばならぬ。はい、節立ちこそが黒様の望み、それは承知しています。ですが、オオカミ殿、九郎様を殺さぬ道がないものでしょうか。竜院は常ならぬ力、そのような道もあるやもしれぬ。ならばオオカミ殿、九郎様を殺さぬ道、それを共に探ってはいただけませぬか。巫女様は死なせぬ。ありがとうございます。手がかりを探らねばな。はい、うん、そうか。巴殿の、狼殿、私に一つ心当たりがあります。調べを進め、分かったことがあればお伝えしましょう。ああ。それからこのこと、巫女様には伏せておく。はい。オオカミ殿、私に一つ心当たりがあります。調べを進め、分かったことがあればお伝えしましょう。ああ。それから巫女、はい、では狼九郎様、これを。人帰り。はい、ここには書かれています。竜院を立ち、人に返す道があると。そのためには常桜の花がいるようです。以前お伝えした通り、常桜とはタケル様が戦況より持ってこられた桜です。ですが、何者かが枝を倒り、花を持ち去り、
床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。木そのものがない、当然に床桜の花もないか。はい。ですが持ち去られた枝には花がついていた。それが見つかれば、あるいは床桜の枝とはこれか。父が持っていたのだ。フクロウ殿が。ですが花はもうないようですね。どうした？いえ、床桜があった頃のことを思い出そうとしているのですが、どうも記憶がおぼろげなのです。お二人のお墓を。何？床桜の後にあるタケル様と巴殿のお墓を参ってみようと思います。何か思い出せるかもしれません。何故そのような道しか。おい。狼殿、いらしていたのですね。何か思い出せたか。いいえ、あいにく何も。何もか。はい、思い出せずすみません。私の古い友ならばその頃のこと何か覚えているかもしれません。あれ寺で少女と会ってきます。少女？物資殿の古い名です。何をしている？ああ、あなたですか。竜害の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい、咳とともに出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか。竜害にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜害にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。では。お前さんはそれでいいのかい？私にはわからぬのです。伏し立ちをなすためには九郎様と
そのいずれかが死なねばならぬ。なぜそのような道しかないのか。だからそいつを隠すのかい。だって少女、これを渡せばきっとあの人死んでしまう。調べのため物資殿の他にも竜害にかかった者が吐いた血の塊が欲しいのです。わかった、当たってみよう。お願いします。いずれかが死なねばならぬ。それはどういうことだ。聞いていたのですか。教えてくれ。私は見たのです。あの日、床桜の木の下で巴殿が自刃されようとしたのを。なぜ自刃など。巴殿はこう言っていました。流飲の血を受けた節はその主を縛ると。人帰りのためには流飲の血を受けた者が死なねばならぬか。はい、その通りです。だが人帰りもならなかった。はい、節切りがなかったためでしょう。私は九郎様を、そしてあなたも失いたくはない。どの道も行き止まりなのです。何を隠している。それも聞いてしまったのですね。教えてくれ。なすべきことをなす。巫女様と同じようにそうしたいのだ。これを。これは鈴か。きっとフクロウ殿の亡骸からこぼれ落ちたものでしょう。フクロウ殿とあなたは縁が深い。それを備えればまた異なる記憶が見られるやもしれません。備えてみよう。どういった記憶かはわかりません。ですがそれはフクロウ殿が持っていたもの。どうかお気をつけて。ではまた。お前さん、その鈴を備えるのは後にした方がいい。記憶をたどるにも順序ってもんがあるじゃろうって。